皆さんこんにちは。今日はセブで一番大きいフィッシュポートに来ました。フィッシュポートはセブで魚の水揚げが一番多い港です。今日は日曜日で魚の水揚げもないから港は閑散としています。平日は買い物客でごった返しなんでしょうね。水揚げ場にも何もありませんね。ここの港にはオホール島方面からの魚や遠洋のカツオやマグロが多く水揚げされ、セブ島内の町へ運ばれます。客船用の大きなバンカーがあります。ここに来て初めて知りました。セブのフィッシュポートからオホール島のイナバンガを往復するバンカーがありました。フィッシュポート、イナバンガ、オホール島。買い物客のいないマーケット。今日は犬もお休みです。